こんにちは、かおるです。2020年の1年間で一番リターンが高かった投資信託は eMaxis Neo 自動運転というファンドでした。自動運転関連の銘柄に投資するテーマ型投資みたいな感じで、もちろん今後も期待できる分野です。ただ eMaxis Neo シリーズは他にも今まさに成長している次世代のテーマに集中投資できる商品が8本もあるんです。そこで今回は eMaxis Neo シリーズについて紹介していきます。節約マスクのお金の話。まず eMaxis Neo シリーズには自動運転、ウェアラブル、フィンテック、ナノテクノロジー、バーチャルリアリティ、ドローン、宇宙開発、ロボット、遺伝子工学の9つがあるんですけど、2021年が始まったばっかりでちょうどいいタイミングだと思って全銘柄に1万円ずつ投資をしてみました。2021年末までの今年1年間でどの分野が一番伸びるのか、自分の評価損益を見ながら確認していきたいと思います。よかったら皆さんも1位予想をコメント欄に書き込んでください。私は遺伝子工学にします。ではそれぞれのファンドの中身を確認していくんですけど、まず全てのファンドで共通している基本情報からお話ししていきます。設定日は商品によって少しずれてるんですけど、2018年から2019年までの間でまだそんなに長い実績があるファンドではありません。運用会社は三菱 UFJ 国際投資、購入手数料と信託財産留保額はなしで、信託報酬は税込み 0.792%、 為替ヘッジはしません。投資対象は米国の金融商品取引所に上場している株式とかになるので、米国企業が中心にはなりますけど、他の国の企業も含まれます。で、この投資信託の特徴はテーマ型のアクティブファンドっぽい見た目だけど、実はベンチマークがあるインデックスファンドだっていうことです。対象のインデックスは S&P 検証っていう検証者が出している各分野の指数になります。検証者っていうのは S&P500 とかの指数を提供している S&P グローバルの完全子会社で、データ分析とか機械学習に強みがあるみたいです。それを生かして検証インデックスは銘柄の絞り込みも AI で行っていて、それが eMaxis Neo の大きな特徴になっています。企業が出している有価証券報告書とかの資料を AI が読み込んで、テーマに関連するキーワードの出現頻度とかから関連企業を抽出して、さらにそこから時価総額とか売買代金を基準に絞り込むらしいです。そんなスクリーニング機能みたいなのだけで大丈夫なのって思ってしまいますけど、人工知能はやっぱりすごいのか、はたまたただ時代が良かっただけなのか、それぞれが大きなリターンを出しています。ということで、ここからはそれぞれの商品の組入れ比率上位銘柄と過去のリターンを見ていきましょう。2020年に一番リターンが高かった eMaxis Neo 自動運転については別の動画で紹介しているので、そちらを見てください。まずは eMaxis Neo ウェアラブルからです。ウェアラブルっていう言葉って皆さん知ってますか？身につけられるっていう意味で、ウェアラブルデバイスっていうとお洋服とか腕とか首とか体に装着することができる機器のことを指しています。何年か前に Apple Watch とかが発売されたりして、これからはウェアラブルの時代だとか言われてましたけど、一般にはそこまでまだ浸透してないですよね。まあスマートウォッチくらいなら使ってる人もいると思いますけど、私はスマートグラス、目に装着するメガネ型端末にはすごい将来性を感じていて、例えばナビとかも地図を液晶画面で見ながらじゃなくて、実際に目で見ている道路に案内が表示されたらすごく分かりやすいですよね。ドラゴンボールが好きな人はスカウターみたいな装置にワクワクする人も多いんじゃないでしょうか。ただ組入れ銘柄を見るとやっぱりスマートウォッチ関連の銘柄が多くて、まだ腕につけて体調管理をするっていう使い方が主流のような気がしています。ビュージックスはスマートグラスメーカーですけど、今は企業向けがメインなので、今後スマートフォンのようにみんな持ってて当たり前のデバイスになるにはまだまだ時間がかかりそうです。逆に言うと伸びしろがある分野なので、情報に目を光らせておくといいかもしれません。年間のリターンは赤がファンドの成績で、黄色はファンド設定前のインデックスの成績になります。ただインデックスが設定された年とファンドが設定された年と2020年はそれぞれ1年丸々のリターンではありませんので、ご注意ください。はっきり言って最近あんまりウェアラブル端末の話なんて聞かなくなってきている印象でしたけど、ちゃんと市場は大きく伸びているのが確認できます。もし iPhone のようにイノベーションを起こす端末が出てくれば、この投資信託の基準価格も一気に上がりそうですね。
次は eMaxis Neo FinTech です。金融のファイナンスと技術のテクノロジーを合わせた造語で、これも何年か前からよく使われるようになりました。定義ははっきりしていませんけど、私も利用しているマネーフォワードなんかはフィンテックの成功例なんじゃないかなと思います。組入れ1位のオーバーストック .com はブロックチェーン関連の銘柄として2020年は10倍以上に株価が伸びていました。スマホとかタブレットに挿すとクレジットカード決済ができるようになるリーダーを開発しているスクエアとか、ネットショップが簡単に作れるショッピファイとか、日本でも広まっているサービスがあるのが身近に感じられます。こういう企業は一度顧客を囲い込んでしまえばなかなか離れられなくなるビジネスモデルなので、長期的に握りしめる個別株としても魅力的です。で、年間のリターンはまずまずで、自動運転とかウェアラブルに比べるとすでに日常にも定着しつつある気がするので、安定して高いリターンを出していきそうな気がする銘柄です。次は eMaxis Neo ナノテクノロジーです。私はナノテクノロジーって言われてもあんまりピンとこないんですけど、原子とか分子サイズの物質を制御する技術のことみたいです。この技術が新しい素材を作ったり、 IT 機器に使われる半導体とか医療機器の進化につながっていくらしいです。構成銘柄も医薬品、ヘルスケア、半導体でほとんどの割合を占めています。ダナハはヘルスケア系の企業をたくさん傘下に持っていて、個別株投資家にすごく人気がある銘柄ですね。次は eMaxis Neo バーチャルリアリティです。VR はここ数年でプレイステーションとかオキュラスとか普通の人が娯楽を楽しめるようなデバイスがどんどん進化しているのでイメージしやすいですよね。そしてその感じでしっかり基準価格も上がっているような印象があります。エンターテインメント以外でも物件探しで実際に行かなくても部屋の様子をリアルに体験できたり、お医者さんが手術の勉強ができたり、さまざまなことに役立つ技術です。 GPU メーカーの NVIDIA とか広告収入のイメージが強い Facebook とか巨大企業が含まれています。次は eMaxis Neo ドローンです。撮影機器のイメージが強いですけど、当初は軍事用途で普及したみたいで、最近では荷物を運んだり農薬を散布したり商業的な用途でも使われるようになってきています。将来的には人間を運べるドローンとかもできるみたいで、まだまだ先が長そうな分野です。なんか資本財セクターの企業が多いのは航空機関連の銘柄が多く入っているからです。次は eMaxis Neo 宇宙開発です。正直宇宙開発って一番よく分かんなくて、もう何年も前から多分100年先も未来のテーマになってるんじゃないかと思うくらいスケールがでかい気がするんですけど、確かにここ最近は民間企業が進出してきて、私たちが生きている間にビジネスになるかもしれないと感じるようにはなってきました。セクターは当然資本財がほとんどで、2020年のリターンはコロナの影響からか eMaxis Neo シリーズの中でダントツに低かったです。次は eMaxis Neo ロボットです。何年も前から産業用ロボットが製造業で使われているイメージがあって、未来の技術っぽい感じはしないですけど、ここ最近は医療とか日常生活にもロボットが使われるようになってきました。今はまだちょっとしたマスコットみたいな感じですけど、そのうちサービス業とかでもロボットがきめ細やかなサービスを提供するようになるかもしれません。インテューティブサージカルは医療ロボットのダヴィンチを作っているメーカーで、手術用ロボットの中では圧倒的なブランド力があります。メンテナンスとか専用のメスとかを販売することで顧客から継続的に利益を上げることができるビジネスモデルで、しかも繊細な技術が必要で人命に関わるものなので、ちょっと安い製品が出たとしても簡単に他社に乗り換えることもできないっていう、長期投資したい個別株の条件にぴったり当てはまる銘柄です。こんな感じのすでに安定した企業も入っているからか、そこまで大きく市場平均から離れるわけでもなく、いいリターンを上げている印象です。次は eMaxis Neo 遺伝子工学です。遺伝子工学は人間とか動物とか植物とかの遺伝子を改変することで病気の治療とか作物の品種改良をする技術です。最近は低コストで簡単に遺伝子を改変することができる CRISPR-Cas9 っていう技術ができて、ノーベル賞も受賞したりしてかなり熱い分野みたいです。で、リターンも結構すごいですよね。セクターが偏っているのでちょっとボラティリティは大きそうな気はしますけど、医療の今後の発展を願いながら投資をするのもいいかもしれません。以上 eMaxis Neo シリーズの紹介でした。1年後にどの分野が一番伸びているのか、2022年に結果発表したいと思います。
このチャンネルでは節約とか投資とかお金に関するお話をいろいろとしています。一緒にお勉強してくださる方は他の動画も見ていってください。最後までご視聴していただきありがとうございました。